よー、プーさん。お？なんだよ、この野郎が。最近、鬼滅の刃、ちゃんと見てっか？ああ、鬼滅の刃？うん、見てないわ。っていうか、ちょっと飽きた。鬼滅の刃ブームって、ちょっと今、失速気味じゃん。まあな。でも、映画始まったら、また大盛り上がりするだろうぜ。それな。でも僕、今、違う本見てるんだよね。何見てんだ？異世界系漫画見てるんだ。異世界系漫画っていうのはね。説明しよう。異世界漫画とは現実とは異なる世界を舞台にした漫画なんだ。例えばゲームの中だったり魔法が存在する世界だったり地球とは全く異なる惑星だったりする。そして異世界系漫画の主人公の多くは現実世界で死んでしまった主人公が転生。女の子の人本当にこんな声低かったっけね。ああ風邪気味だ。風邪気味なの？ああ風邪気味だ。まあなんやかんやのそんなこんなで異世界系の漫画にハマってるわけなんだよね。そっか。てかお前金ねえのにどうやって漫画見てんだ？盗んだのか？無料で漫画が読めるアプリがあるんだよね。漫画アップとか LINE 漫画とか漫画パーク。最近僕が利用してるのはピッコマなんだよね。で特に僕がおすすめしたい異世界系漫画なんだ。テンスラオーバーロードから始まり賢者の孫とか雲ですが何かとかも面白いよな。あとはこいつめっちゃシャシャリ出てくるじゃん。